驚かせてしまったようね。ごめんなさい。私はソニアと申します。そなた、名は何と？私はハイラル国王ロームが娘、ゼルダ。これは異なこと。ハイラルは我らが起こした国。私以外に王はおらぬはずだが。お二人が起こした。
Ooh.
Oh. No.
やはり私が知っている景色ではありません。神話としてしか語られていない遥か昔、本当にハイラル建国の時代なのですね。我らも驚いているよ、ゼルダ殿。だがソニアと同じ時を司る秘跡の持ち主なら信じるに値する。 奇跡なんてなくても、私はすぐに信じたわよ、ラウル。彼女からは私の力とあなたの光の力、何より同じ血のエニシを感じるもの。<笑>うん、確かに。それでゼルダ殿、先ほど一刻も早く元の時代に戻らなければいけないと言っておられたが。 はい、私の時代では大変なことが起こっていて、早く戻らねばならないのに、そのすべがここにどうやって来たのかさえ何もわからなくて。ねえゼルダさん、とにかく一度落ち着かなきゃ。 私たちのお城においでなさい。いいえ、それはみんなには私の遠い縁者として紹介するわ。<笑>嘘ってわけじゃないしね。着替えも用意しましょう。ゆっくりと考えれば知恵も浮かぶわ。ありがとうございます。 Thank you.
一通り見せてもらいましたが、確かにこの時代の技術ではありませんね。でもワープという機能はここでも使えるようにできるかもしれない。少しいじってみたいのだけれど、お借りしていいかしら。はい、ミネル様、何かのお役に立つのなら。ではお借りするわ。私が未来から来たこと信じていただけますか？初めから疑ってなどいません。ゼルダ殿が元の時代に戻る方法はわかるか、姉上。あなたが時を超えてきたのは秘跡の力によるものでしょう。そもそも秘跡とは持ち主の力を倍化する秘宝です。私であれば肉体から抜け出す魂の力、ラウルであれば魔を滅する光の力、ソニアは時を司る力、あなたからは光と時、二つの力を感じるわね。媒化されているのは時の力のようだけど。時の力？しかし秘跡はあくまで力を媒化するだけ。実際にそれを制御し行使するのはあなた自身だから、あなたが帰り方をわからないというなら。秘跡にまつわる伝承に硫化の宝と呼ばれる禁じられた術があります。秘跡を飲んだ者は調整不老の竜となり、永劫の時を手に入れる。なるほど、ある意味で時を超える術か。これが何かの手がかりになるのではということだな。ええ、しかし伝承には続きがあります。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない、禁じられた術と伝わるゆえんです。時の超越という一点においては糸口になると思ったのですが、永久に自我を失ってしまうのでは本末転倒ですね。ごめんなさい、お役に立てなくて。振り出しか。とはいえ、ゼルダ殿が力への理解を深めれば新しい発見があるやもしれぬ。使い方をソニアに習ってみるのはどうかな。はい。Thank you.
ラル王国を我が手に。モルドラジークが一瞬で。今のは一体。力押しではダメか。あれがゾナウの秘跡。面白い。
度重なる将兵に治賛いたしましたること我らゲルド一族心よりお詫び申し上げる次第にございます。願わくば我らを幕下の端にお加えくださいますようお願い申し上げます。首相なりガノンドロフ、そなたらがハイラル王国に帰順することを認めよう。ゲルド一族で100年に1人しか生まれぬと言われる男子、生まれながらの王と呼ばれるマスラ王、我がハイラルに迎え入れられるは誠に頼もしき主義である。光栄にございます。ゾナウ族がその昔天から降臨された姿はまさに神のようであったとか。その末裔であらせられる陛下が今はハイラルの一族の娘をめとり、部族を超えて世を治めておられる諸聖たるや、お見事。しかしかくも高潔なゾナウ族があとは陛下と姉君を残して滅びゆくのみとは誠に残念でございますね。たとえ私が滅びようとこの安寧崩させはせぬ。我らの国はこれから長く続く。こたびはご苦労であった。期待しておるぞガノンドロフ。下がるがよい。はは。ラウル様、私はあの者の奥底に黒き野心を感じます。それにあの女、嫌な予感が。奴の邪悪な本性は見えている。しかしなればこそ我が家に入れて目を光らせておきたいのだ。案ずることはない。
大丈夫？上の空だったけれど。すみません。どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。そうね。コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような。ものの記憶。大丈夫、あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよ。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょう。え？早く帰る方法を見つけたい。でもこの時代のためにできることも考えて。どう？どうして？ソニアに隠し事をするのは難しいからな。気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。でも自分の時代を大切にしていいのよ。あなたは時の力だけでなく強く神聖な浜の力も秘めている。それは元の時代を守るために使わなくては。ソニア様、無事に帰ってリンクさんも安心させてあげないとね。リンク？あ、初めて聞く名前だね。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。おお、勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、とても強い心の強い人なんです。うん、強い信頼を寄せているのだね。ゼルダがそこまで言う彼に私も一度会ってみたいものだよ。そうね、私もお会いしてみたいわ。きっと凛々しい騎士なのでしょうね。だってゼルダがここまで言うのですから。
さあゼルダ、ここなら誰も来ないわ。折り入っての相談というのは何なのですか？なんてバカな人。あら、人を騙してこんなことをする人にそんな風に言われるのは心外だわ。ガノンドロフの操り人形さん、私たちが何も気づいていないと思っていたの？
ついに我が物としたぞ。
ニア。遅かったな、ラウ。我は手に入れたぞ。貴様らが高みから見下し、当たり前のように独占していた神のごときこの力。その女はお前の傲慢ゆえの犠牲だ。我を御せると思うた己の不明を食い行くがいい、ラウル。ガノンドロフ。今はソニア様を。ラウル殿、
先ほど伝令が。ゲルド砂漠でも最後の村が攻め落とされたと。これ以上魔王軍の侵攻を防ぐことはできません。分かっている。元凶である魔王は私が止める。ラウル、もはや魔王はそなた一人で止められるものではありません。しかしそなたは一人ではない。ゲルド、ゴロン、ゾーラ、リトの族長にゼルダ、そしてもちろん私もここにいる。皆に見せたいものがある。力を私に貸してくれ。Thank you.
Sonia. Zelda ka? Rauru-sama. Asu no maou to no kessen no mae ni otsutai shite okitai koto ga arimasu. この時代に来たきっかけは、地下で眠っていた男でした。うん。それで？遺跡により変貌したガノンドロフの姿を見たとき、私は確信しました。地下で目覚めたのは、彼だと。あの男は、ついえなかった。私のいた時代まで、生き延びていたのです。明日の戦い、残る全軍による決戦で魔王ガノンドロフを倒すことはできません。そしてダール様は、それでも私はやらねばならぬ。あれは我がおごりにより生まれた。その過ちは償わねばならぬ。そして何よりも、私はハイラルの王だ。王は民を、国を守り育むのが務め。たとえこの命を賭してもな。ハウル様。もしもあの男を倒すことが叶わぬ時は、
君の言っていた大魔の剣を持つ剣士リンク殿に全てを託そう。しかしそれは君がこの世界に現れなかった未来。今はここにいてくれるゼルダ。私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私が来た意味。どうにか封印はできたけれど、リンク、このままではあなたでも勝てない。Thank you.
私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。もう人に戻れない。
大魔の剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。あなたは時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。奇跡を飲んだ者は調整不老の竜となり、永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。その日まで私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。だから